とすいません。はいはい、はい、ちょっとあの道をお尋ねしたいんですけど。あ、別に、はい、座って、こう座って。いやいや、私道。うん、すぐ欲しいから座ってちょうだい。あ、そうですか。はい、いやー、暑いね。あ、ね。そうですね。うん、今麦茶入れるからちょっと待って。いやいや、私あの道を聞いたらすぐ行きます。いやいやいや、サービスだから、サービスだから金取らねえから。あ、いや暑いの、ご苦労さん。いやいや、申し訳ないですね。はいはいはい、飲んで飲んで。いただきます。うんうんうん。ほんで、水はどっちの方に？あの、市役所に行きたいんですけどね。あ、市役所に、はい、はいはいはい。ね、ここが現在地ね、これ交番丸子って書いて、これが現在地ね。はいはいはい。ここをこれずーっとまっすぐ行ってですね、はい、左に回ってほしいの、この角にね、蕎麦屋があるから、はい、あ、蕎麦屋って言えばね、はい、このラーメンそこ取ったのよ、これ。あ、なかなか美味しいのよ、これ。ちょっと食べてみて。いやいや、私はもうほら、いやいや、ほんと、ちょっと食べて、あの、データ使ってるから、おつゆだけでも飲んでみて。ほんとうまいんだから、この、うん、このそばでうまいのよ。じゃちょっとだけ評判だから、この辺では。うんうん、ほら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 、おお、うまいでしょ。美味しいですね。ねえねえ、これでいくらでも、さあ300円よ。今時300円だよ、ラーメンが。安いでしょ、ね、ただ出前料は3人取られたのよ。いや、母じゃなくて、あの、うん、道をあの、教えてもらいたいんですけどね。うんうんうん、はい、このラーメン屋の角を右回ったらね、ええ、ずーっとまっすぐ行ってもらうのね、ええ、で、3つ目の角を悪いんだけど、本当に悪いんだけど、今度右回ってほしいの、はいはい、右回った角に、ここにね、団子屋さんがあるのよ、ええ、あ、団子屋って言えばね、この団子、この団子、これそこで買ったの、これ、これ、あ、美味しいのよ、これ、名物だから、ちょっと食べてみて。いやいや、私はもうあの、道を切って食べて、お金取らないから、サービスだから食べて、うん、うん、美味しいよ、本当に。一本だけじゃあ、いただきますね、うん、あ、そっち食う。じゃあ、うんうんうん、私こっちの方が大好きだからね、うん、食べて、美味しいよ、名物だから。うん、うん、こんなお腹なんかねえの。うん、じゃあ、ちょっとこれ、ほら粉が違うから、いいから、そっち食うから。もう、うん、歯ごたえがある。うん、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 いや、あの、うん、すいませんけど、あの、道を、ね、うん、教えていただきたいんですけど。うん、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 ちょっとよくわかんないんですけど、この団子屋の、うん、角をずーっとこの右曲がったね、ええ、それからずーっと行ってね、二つ目のこの角のところを今度ね、ここに八百屋さんがあるのね、ええ、八百屋さん、あ、八百屋って言えばね、八百屋って言えばね、このこのスイカね、ここで買ったの、これ。ああ、これいくらだと思う、これ。これ、こんな大きいの1000円ぐらいですか。320円よ、これ。あ、安いんでしょ、この辺は。安いですね、それは。お宅スイカどうやって食ってる。どうやってって、あの、包丁で切って塩かけてですか。ダメよ、ダメ。それじゃあこの暑い夏は乗り切れないよ。これなんて言ってね、ほとんどの場合水だから。あ、ね、じゃあ栄養のある食い方教えてやるから。いやいや、私あのちょっと見せる。いや、すぐ終わるから。うん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 、これまずこう半分からぶった切ってもらうのね、こうやって半分から。これはごく普通に構わないから、これにこうやって半分に切ってもらうわけじゃん。ええー、かい、なんか真っ赤だよ、びっくりしないでよ。ほら真っ赤だろ、ほら。ね、ほんとにね、この中身、ここの辺はね、普通ただスイカとして食ってよ。この中が食べて、食べて、ここは足りないとこ、一番美味しいとこ食べて。うん、うん、美味しいよ、食べてよ。私はすぐ道聞けばいいの、うん、美味しい、美味しい。丁寧ですか。うん、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 ごめんなさい、初めてだからね、初めての私経験だからね、うん、これあるから。こんな食べ方したことなかったもんだから。これがね、栄養のある食べ方だから。うん、うん、うん、うまいよ、うまいっすね。うん、うん、まあ穴は足んないよ。そうですか。うん、全部ね、こういうとこ、うん、お手をたまったでしょ、はい、これはちょっとね、後でこう、だからこっち、はいはいはい、足んないじゃんね、穴が全然。これあと、あと食べるからね、ね、これね、はいはい、これごつゆこっち出してるね。この穴の中に栄養を入れるわけよ。おぉ、わかる？ね、まず牛乳でしょ、当然。は？当然ってのは牛乳でしょ、これ、牛乳ね。牛乳を足すわけよ、これ、そうっと。ほら、色が鮮やかでしょ、なんか。ほんで、まあ現代人に足りないのはカルシウムさ、ね、カルシウムっていうのはシラス、シラスをパラパラっとこう少量でいいよ、これ、少量でね、
少量でいいから。シラスですか。そうそうそう。シラスって言えば次に出てくるのが当然おろす。シラスおろす。わかるね。シラスおろす。おろす。大根おろす。これ言ってもらう。これほら消化を助けるから。消化を助けるからね。これ。ほら。ね。いいでしょ。うんうんうん。まだこれじゃちょっと栄養足んないのよ。ね。何入れても植物性タンパク質。納豆さ。ね、これ納豆この粘りがいいの。この粘りが。ね、ほら粘りほらほらどうってると、ね、この粘りがこの味がなかなかどうして非常にっていうわけながら分かるねこれねこれほらほらほら全部だもう寂しいだもんね。ねこの粘りがなかなかいいからしてねはい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 納豆といえば当然出てくるのがカラスだね。納豆にはカラスつくんだからねこれカラスをぴょっと入れてぴょっとはい納豆をカラスぴょっと入れてまだまだこれでちょっと足んないでしょ栄養が。そういう時は卵さこれがえで卵は一番いいからねこれ栄養には卵を入れてもらってねこれこうやってほらちょっとまだ味付けが薄いかなと思った場合はマネヨーズねこれマネヨーズを入れてもらってドカドカッと入れてもらってねあその夢はもしかしたらお腹壊すといけないなと思ってるでしょちゃんとあるよセイロガンがねセイロガンをこれ隠したぜほらタレと間違わねえな、ちゃんとね。タレとは違うからね、これこれ。はい、あ。で、これで、こう、よく混ぜ混ぜしてちょうだい、これを。よくこうシャッフルして混ぜてちょうだい。ね。ね。スイカとこう、ブリンドしてもらって、こういうふうに。これでもう、夏なんかもパーンとすっ飛ぶよ。はめて。いやいや、私、ほら、道聞きに行くと。食べなさい、これ。食べなさい。遠慮しないでよ、うん。お金は取らないから。私、これ、これ食べるの初めてですから、うん、おまわりさんから先に、見本見せていただきたいなと。え？いや、私はほら、いつも食ってるから。ですから、私は、うん、今日生まれて初めて食べますから。あ、そうか。見本を。じゃあ、食べなさいから。ですから、おまわりさんから先に。だったら、一斉に食べるってのはどうですか。あ、両方一緒にな。じゃあ食べてみようか。な。お、あ。ちょっと悪い。あ、ちょっと悪気のよ。どうしま、どうしました。病院ついて病院に。病院ですか。うん病院どこですか。市役所の隣。はじめから教えろ。早く早く早く。食べろ。肉だぜ肉。肉。そうだね。もういっぱい持ってきてるからたくさん食べろ。ごめんね。はい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 。まだいっぱいあるからな。おじいちゃんまあ一杯どうぞ。あ、こういうとこで飲むビールは美味しいね。格別ですからね。本当に。うん、あビールおめえやちくしょうこら健坊えんじゃないよお前はお酒飲んじゃダメなんだよでもこういう青空の下でビール飲んでうまいんだなこれがそれはわかるけど、うん、まあまあどうだどうだどうだいやちょっと待ってお前その前にお前子供だろそうだよ今日俺久しぶりに子供やるからねすごい入れ込んでんの役になりきろうと思って今日一生懸命子供を演じようと思ってすごいんだぞお前、まあ、んどう見たって山賊にしか見えねえぞお前失敬だな父ちゃん父ちゃん失敬だな随分それ子供だよな子供だよ俺父ちゃんの子供だよねそうだよだよねうん、うん、まあ、父ちゃん飲めよ飲めよいつもすいません本当そうじゃねえんだよお前やめろよそういうことすんのあそうか子供らしくしてお前は継ぐんじゃないいやだってうまいんだなこれが分かったかな、うん、分かった分かった分かったうんあなんかこうすっきりするね父ちゃん子供はタバコ吸うんじゃないお前はこれメンソールだよだからダメなんだよ子供は食べてお肉おいしいだろおいしいか、うん、なたくさん食べろちょっと俺味見してみなこれうん肉うん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 ねえねえねえお父さんなんだ、うんね、この辺にさ、うん、牛って
いるの？うん、虫がいっぱいいるの。嘘、嘘、嘘。どんな虫、どんな虫？とこい、とこい、とこい。探してとこい。こらこら。お前がお父さんやるなよ。俺がお父さんなんだよ。うん、そうだ。父ちゃん、ごめん。な？うん。あのカブトムシとかな、クワガタとかいっぱいいるから、探してくれ。ウサ、ウンド、行くぞ、行くぞ。あんま遠くまで行くなら切らすなよ。お前も行くんだよ。お前も行くんだよ、子供なんだから。今更この年で虫もクソも勘弁だろ。勘弁してくれ、父ちゃんよ。虫なんかどうでもいいよ。やめたガキだな、お前は。行くんだよ、お前も。じゃあ虫探し行ってくんだよ、僕ね。行こうよ、行こう行こう。経験づけにいっぱい飲んでくんじゃないよ、お前は。ちょっと、行ってくるぜ。おい、おい。ああ、あれ、曲だけ行ってダメよ。子供ですな。ああ、そうだね。焼けてるかね。うん、どんどん焼いて、母さんな。なんか虫いねえか。なんか、カブトムシとかよ。クワガタとか言ってたで。こんなんだよ、なんだ。ほら、ヘビぐらいいるよ、山ん中なんだから。びっくりさせないでくれよ。お父さんが小さい頃なんかな、ヘビ捕まえて遊んだりなんかしてたんだから。嘘。ヘビなんか大丈夫、大丈夫。川口。なんだ、なんだ。こんなんなんだ。もう足踏んでる。あ、少し。おい、これはバカ。ほら、バカで自分の子供捕まえて、ほらバカないだろ、父ちゃん。湿気はないだろ、だから。お前もな、そのくらいでキャーキャー騒ぐんじゃない。びっくりするじゃないか。早く虫探しなさい、虫。あ、なんだこの虫。な、お前は、イモムシがいたと思ってびっくりだったんだ。昆虫を探しなさい、昆虫を。あ、昆虫ですか。昆虫だよ。はい、わかりました。はい。昆虫か。はあ、いや、まさしどうしたんだね。なんだか蛇が出たっつってね、騒いでるんですよ。ああ、こういうとこあんまり来たことないから、はしゃいでるんだな。そうですね。カブトムシ。カブトムシぐらいでまた騒いでますよ。かわいいね。お父さん、カブトムシ、カブトムシが出たよ。いいじゃないか。カブトムシぐらいなんだ。カブトムシだよ。なんだお前は。カブトムシ。どこから見てもカブトムシ。これ何これ？カブト。これは全体は？虫。カブトムシ。なんだ君は。なんだ君はってか。どう？痛いってこれ。ちょっと手入れてくれよ、父ちゃん。はい、カブト。そうです。私が変なおじさんです。変なギーガさん。変なギーガさん。ギー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 ギの仕事考えた方がいいな。そうですね、兄貴。ぐずぐずして早く持ってこいよ。兄貴は短期なんだぞ。申し訳ありません。ごゆっくりどうぞ。あ、姉ちゃん尺ぐらいしてくれたっていいんじゃねえのか。はい、どうぞ。おい、可愛いってしてんじゃねえか。一緒に来て飲もうよ。なあ、やめてください。付き合えや。何気に可愛がってもらえなよ。付き合えよ。やめてください。待ちな。てめえはすっこんだろ。おい、姉ちゃん、ほら、やめてください。おめえも飲めよ、ほら。いけこです。おめえも飲めよ。いやがってんだろ。いたたたた、そんな野郎。
なんだてめえ。なんだこと思いじゃねえよ。こんな野郎。やってやるなじゃねえか、こんな野郎。さあ逃げて。よし。たたんじゃおうか、こんな野郎。おい、野郎。やめてください。さあ早く逃げて。何をかい痛い、やめてください。おい、兄貴、思い知らしたんだろ。離れろ。やめろおい、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 やめですか。大丈夫だけど。志村さんどうですか。いるのは確かだ。いるんですか。昨夜はずっと一緒でしたから。あら、そう、田代さんもグルなの。絶対に許しませんからね。違うよ母ちゃん、ちょっとな、気に直してくれよ。おい、開けてくれここよ。離婚届だよ。おいおい、そんな顔すんなよ。大丈夫かよ。大丈夫大丈夫、あんな大しちょろいもんだから。これやろ、おめえは。なんだてめえは。おい、あ、すいません。おい、おめえは誰だよ。すいません。なんだこいつは。何にもしてませんか。嘘つけたかやろ。それやめろよ、お前。ケンツは。ケンさんじゃねえよ。ですので。あ、そうですか。はい、おやすみなさい。全館消灯したわ。本当ご苦労様。あとはカルテの整理か。そうね。私は内科と外科をやるから、泌尿科と肛門科お願いします。分かった。あー、でもやっぱり疲れたな。ねえ、うちもさ、もっと看護婦雇えばいいのよね。でもさ、ほら看護婦ってなり手少ないし。どこも行ったよね。
そのうち私たちが入院することになっちゃうよね。ねえ、ねえ、なんかさ、私目がしばしばする。コーヒーでも飲もうか。うん、ね。ありがとう。なんだってなって、なんだ君はって。そうです、私が変なおじさんです。ナースに今足んねえだよ、ナースがよ。今そのプッて引いちゃってさ、変なおじさんだから、変なおじさん、変なおじさんだから、変なおじさん。こいつさ、最近な、男は分かれたんだもん、男と。つい最近、男が別れないでくれよって泣いたもん、こいつ、やめてよって別れたんだよ。まだ女だろ、こいつ。なあ、ひどいことするよな。お前もくれろ。くれろ。泣くんだ。大丈夫だ。あ、ありがとう。あ、ありがとう。あ、志村治療院ってのはここだな。腰痛い。あ、痛い。いらっしゃいませ。こんにちは、お邪魔します。どうなさいました？あの、腰が痛くてしょうがないんですけど、治療していただけますか？わかりました。先生、お願いいたします。私が先生です。はい、患者さんかい？はい、どうぞこちらへお上がりください。お上がりください。はい。失礼します。はい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 。どう、失礼して。はい。じゃあそこお座りください。じゃあ、これ失礼します。はい。はい。当治療院にようこそいらっしゃいました。いらっしゃいませ。お願いいたします。あなたのお名前なんつーの？矢崎茂と申します。矢崎さんね。はい。で、どのような症状ですか？あの、腰が痛くてですね。ああ、そう、腰ね。はい、はい、それから？あ、それから、あの、肩こりもちょっと。あ、肩もね。ああ、そう、はい、それから、なんか背中が張るような感じ。あ、背中が張る。ああ、そう、浅い、それから。それから、なんか、まあ、全身がだるいって言いますか。ああ、だるい、倦怠感ですか。はい、はい、それから？大体そんなところなんですけれども。ああ、そうですか。はい。当治療院に来た理由はほぼほぼ分かりました。じゃあ早速治療に入りますので、はい、洋服を脱ぎください。あ、洋服、洋服を脱がして。分かりました。はい、はい、それじゃあ、はい、ここの治療院は紹介ですか？はい、あの、戸上ちゃんから。ああ、そうですか。なんか聞くっていう。あの方ゴルフでね、ダフりすぎてぎっくり腰だって。
あ、長い時、長い時、長い時いきますから、音楽つけますから。はい。タンタガタン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 タガタン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 。にゃーあ、いいですね。腰痛いんで。普通にやってくれば構いません。下も抜いてくださいね。はい。はい。はい。下は、音楽はなし。下はつきません。音楽はなし。ええ。あいつ、そんなにひどいですか。もうなんか腰がもうどうにも。あいつ。あ、そうですか。じゃあまず治療入りますから、ちょっと寝てください。はい、わかりました。おまく用意して。わかりました。おまくをね。あ、枕。はい。こちらです。すいません。ちょっと拝見します。はい、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 はい。腰が痛くて来てるんで、これ何してるんですか。なんなら性感マッサージで、これ、いや、サービスですから。サービスいいですから。お金は取りません。今のお金でもなんでもサービスいいですから。腰が痛いんです。では最初の治療は刀の治療を行いますから。刀ですか。はい、この刀は先祖ダーダー座る刀でございますからね。はい、じゃあちょっとお座りください。あ、今度は座って。刀を使うときには一応お祈りをしますのでね。あ、はい。衣が朝婆さんよ。はい、お祈りは続けないといけないで。申し訳ございません。はい。こもろがこもろがかんじゃさんね。はい、あんたのために使う治療、あの刀ですからな。そのためのこれ、あのお祈りですから、やってもらわないと。あ、一緒に。そうそうそう。 あ、はい、あんたのためにこの刀使う。先祖ダーダーのやつをね。お祈りを。はい、わ、はい、かりました。はい、おまなこもろ、真剣にやってますか。いや、なんか悲しくなってきて。腰が痛くていいんですか。いやいや、治りたいんです。ですよね。はい、はい、だから、うわだからよ、まずまず、かんだってかんだってまずまず、ちょっちちょっち、ひとげんともねぶらせろ。ちょっちひとげんともねぶらせろ。ちょっちちょっちひとげんともねぶらせろ。あんまりはっきり言わないようにね。ちょっちちょっちひとげんともねぶらせろ。もう一回やらせてください。ひとげんともねぶらせろですからね。はい、ちょー、俺が言ってから。私が言って順番中のあるから、物事にはね。ね、だちょーってちょーって、ひときんとおねぶらせろ。ちょーってちょーってひときんとおねぶらせろ。ちょーってちょーってひときんとおねぶらせろ。なんか三か民かなんか四か。なんか三か民かなんか四。参加なんか参加よ。へったばったモンキーなんか、モンキーなんか、のんこなんか。へったばったモンキーなんか、モンキーなんか。へっ
ったまったもんきなんかもんきなんか減ったなんとも一回多かった正確に言ってもらわないとね。はい、すいません、はい、ちいちゃん何か文句何かねえ何か文句何か何かばあさんばあさんを何回もやってるから覚えてんだろう。言ってもらわねえと耳遠くなったもんね。耳遠くなもう少し大きい声で言うかな。お願いいたします。あチンコなんか文句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 なんか先生先生腰治ったみたいですから、まあ、まだ治療はしてませんからばあさんばあさんばあさんが言わなきゃ患者さんが言えねえじゃねえか。こんなことになるとお祈りながらねあんま私も何か見たくない覚えてらんねえだからあーチンコなんか文句文句さっきなんか文句なんかなんだか言うなあーチンコなんか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 そんなこと言ってないでしょ。私はでもこう来る間に少しずつ微妙な変化が違う違うあんこですからね。あんこチンクなんかあんこさんかニンクなんかなんかよーですからはっきり発音をしないと危ないよあんたもねもう一回だけ言ってくださいお願いします。今度こそ習得しますから。あーチンコなんかさんかもんかなんかなんかもんかもんかもんかこらちゃんとお祈りをせねばベイベもうお祈りは勘弁してください刀をお借りしますよ。ちょっとお刀をお借りしますよ。ちょっと刀をお借りしますよ。いいよ。今先祖がちゃんと答えてくれました。使ってもいいよと。いいよってのは先祖の声ですか。そうです。ありがたいお言葉です。はい。じゃあそこ横になってください。ああ。それでは。おちょっとだーチンコなんかさんかな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 んかもうすらーやーでは早速非常に頑張ります。精神を統一して、はい、トントントンマの天狗さん、はい、トントントンマの天狗さん背はおろない名は何個はい刀の治療は終わりました。終わりですか。はい、無事終わりました。ありがとうございました。次はですね、はい、お灸の治療に入りますから。お灸ですか。うちの治療院はですね、はい、薬草を使います。あ、薬草効きますよね。はい、じゃあ用意しなさい。わかりました。はい、お願いいたします。この薬草を使いますからね。これ、何の薬草ですか。これは便所香類のクソですね。クソ、はい、ペンギンラクダのクソですね。ペンギンラクダってどういうやつですか。ペンギンラクダっていうのはペンギンの顔したラクダですね。なかなか手に入りません。
羊の草とね、八つの草を混ぜる、これが薬草というもんですね。これが専門用語ですから、私のね。ゾウアザラシの草、これがなかなか手に入らない。ゾウアザラシの草、これは俗に言う、せんべい、ちょっと食べてください。これ食べてください。これは体にいいからね。島クジラのね、ちょっと全部混ぜて。はい、はい。それはこれはですね、はい、天狗ダルのことですね。これが一番効くですね。何ですかそれは。私のクソです。私は薬草しか食ってませんから、薬草しか食ってませんから、出るものも全部健康にいいわけですね。はい、これ混ぜて、あのお灸の桃谷に混ぜてね。はい、わかりました。配合を良くしてね、しぼろくでね。はい、わかりました。お湯が、6だからね。はい。それでは、少しは楽になりましたか。え、なんだか、どこがどうなんだかよく、これちょっと、お灸ございますね。大丈夫です。はい、お灸に入ります。はい、お灸のお祈りをします。はい、お灸それでは、はい、そういう、それは先です。じゃあ行きます。はい、お願いいたします。こっちの、あー、危ない。すぐおっつけあったことになりました。大きいなぁ。先生、はい、熱い、ちょっと熱くなってますから。ちょっと熱いな、熱いな、ちょっと、熱いな。
じだったもんな。なんか面白い方ねえかな。よいしょ、これは読んでねえな、まだこれいくか。あ、ちょっとダメ君は何やってんだよ。本読んでんですけど。うちは立ち読みダメなんだよ。見てるんですけど。買わないんだったら帰って。本買うお金がないんですよ。これ作るのにだいぶお金かかってんじゃねえのかい。すいません。あれだよ、入れよ、入れよ、ほら。お邪魔しました。たく、入れよ、ほら。すいませんでした。帰れ。たく、まったくな。ああいう変わった客がいるからダメなんだ。こら、おめえ何やってんだ、そんなとこで。いや、あの本見たりスカートの中見たりパンツ見てるでしょ。帰れっつってんだろ。帰るやつがないんだけど。ハラガラ一部にピンクと。また死になっちゃったよ。痛くてしょうがねえや。ああ、痛い。ああ、こちらさんも痔だな。痛いんだよな。メソメソすんじゃねえよ。バカ！さあ、お一つどうぞ。しましても、お代官様も相当の悪ですの。表向きは町人たちの生活を守る正義のお方。ところがひとたび裏へ回れば、小娘どもをバテレンの国へ送り込む、いわば人身売買の元締めですからな。バカ野郎、声がでけえやん。失礼します。誰が聞いてるかわからんしないじゃないか。申し訳ございません。ところで再開や、商いの方はうまくいってんのか。それはもうお代官様のお計らいで。つきましてはお礼の品をお持ちいたしております。礼なんかいらねえよ。いえいえ、それではこの再開は心苦しゅうございます。どうか私の感謝の気持ちお納めくださいませ。そこまで言われちゃ受け取らねえわけにはいかねえなあ。ありがとうございます。お代官様、お気に召していただけるかどうか。どれ。財界や。はありがとない。ございます。気が利くの。しかしお代官様、これはほんの手土産でございます。と申すと。もう一つ、お代官様の好物をお持ちいたしております。私の好物、さて一体それは何か。なあ、お待ちくださいませ。お代官様、お納めくださいませ。再開や。はすっごく、すっごく気が利くの。お前、ありがとうございます。私はこれで失礼いたします。どうぞごゆっくり。これ、
たっぷり可愛がってやるか。指をなめなめしてな。うらうらうら。こんなんなっちゃったよ。失礼いたします。え？大黒屋がお代官様にお目通り願いたく参っておりますが、いかがいたしましょうか。大黒屋？は。なんだよ。分かった、当然。は。失礼をいたします。大黒屋、入れ。大黒屋。商いの方はうまくいってんのか。それはそのお代官様のお計らいで。そうか。つきましてはお礼の品をお持ちいたしました。お礼なんかいらねえよ。何をおっしゃるでございますか。それではこの大黒屋も心苦しゅうございます。私どもの感謝の気持ちでございます。そこまで言われちゃ受け取らねえわけにはいかねえな。お代官様のお気に召しますかどうか。感謝状、お代官様、この度はありがとうございました。大黒屋より。7回も清書してしまいました。清書ばっかりしちゃって。どういうことこれ。だから感謝の気持ちでございます。こんな感謝状もらっても嬉しくねえんだよバカ野郎お前。はあ、なめんじゃねえぞ。もっと普通こういう感謝のってこんなペラペラの紙じゃなくて、もっとこういうの持ってくんじゃねえかお前。こんなご無礼をいたしました。そんな紙ペラいらねえんだよお前。ちゃんとそちらもご用意してございますので。そうか。ほら冗談だろうね。ジャブでございます。こちらでございましょう。そうかそうか。お気に召していただけますかどうか。どれ。これ全部饅頭じゃねえかバカ野郎。こちらが粒あん、こちらが練り屋になっている。あんこはどうでもいいんだよお前。そうじゃなくて分かんねえバカ野郎。そうじゃなくてよ、もっと俺あの俺山吹色に輝くなんとかってよく言うだろお前。これはとんだご無礼をいたす。饅頭倍もらってどうぞだよ俺がお前。うん、山吹色でございますね。気が利かねえな大黒屋。ちゃんとご用意してございます。頼むよ頼むよ。おめえおちゃらけてやる。なんだよこれ。なんだよこれお前。おちゃらけてんじゃねえよ。どれ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 。こちらでございます。お気に召すと思うんでございますが。1年ものでございます。よく使ってバカ野郎。たくあくてどうすんだよお前。ご飯お嫌いでございますか。嫌いじゃないけどお前、山吹色に輝いてるけどよ、そうじゃなくてもっとこんなもっと歯が割れちゃうねんぞお前。こうやって分かんねえかなお前。失礼いたしました。金だよ金。金でございましょう。当たり前じゃねえかお前。誰ならしいよバカ野郎。俺大官だぞお前。普通の大官じゃねえと思う。上に悪がつくんだぞお前。そちらもちゃんとご用意させていただいたら。金だよ。金でございます。当たり前じゃねえか。おちょくんじゃねえぞお前。こちらならきっとお気に召していただけるでございましょう。どれどれどれ。ばあさんが死んで3年、私はとっても悲しいよ。いい方でございました。知ってんのかよ。すいません。なんだよこれ。金でございます。金は金でもこんなもんで俺が喜ぶかよお前。なめんじゃねえぞバカ野郎。なめたりはいたしません。おい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 、どうするつもりだよこれ。ヒヒヒじゃねえ。
気比じゃねえよバカ野郎。あ、どうすんだこんなものを作ってやって。ここまではほんの手土産でございます。てめえなってねえじゃねえかこれ。喜んでいただけたでございましょうか。なんだよ。おい、誰もいられますよ。お代官様はやはりこちらの。おめえの鼻には針が死んだけどばかり。俺は犯人だよお前。申し訳ございません。なんだよ。お代官様はこちらの方がお好きだと。そりゃ半端じゃねえ。好きだよお前。こんなでございましょう。こんなでございましょう。まさかおめえ小指持ってくねえだろうな。そのようなベタネタはやりませんでございます。気が利くなバカ野郎。痛えよお前。俺が気になってこうやってなんでお前パーンってくんだよお前バカ野郎。痛え痛え。なんでバカ野郎。大黒やバカ野郎。お待ちください、お待ちください。ダメじゃねえぞ。こちらご用意させていただきます。これもんでお待ちくださいませ。用意しとく感じです。優しいお代官様たち。ケンチは待ってた。ケンチはね、指の間なめなめ。うわぁ、なんだこいつは。なんだこいつは。お納めくださいませ。こんなんだったよーな。昨日ね、ケンちゃんに抱かれる夢見たの。ケンチは。ここでいいよ。いえ、お供させていただきます。ちょいとそこまで出かけるだけなんだよ。そりゃそうですが、姉さんは戸上組の奴らに命を狙われてるんです。自分の命は自分で守るよ。そんなことよりあんたは親分のそばにいておくれ。ええ。じゃあ行ってくるよ。姉さん、くれぐれもお気をつけて。誰だい。そこにいるのは分かってんだよ。戸上組のお兄さん方かい。いるんだろ。出てきたらどうなる。いないのか。いないんだね。本当に誰もいないんだね。ああ、よかった。もう我慢できなかったよ。うわあ。これ消せですか、全部自分の。はい、どうぞ。はい、どうぞ。またすいません。置いてきた。どうぞ。いいよ、取って。なってますけど。かまねえ。なってますけど。早く。うるさいよ、お前は。あ、行けよ、お前。ちょっとすいません。お店行くよ。あ。
よいか、雑念を捨ててしっかりと修行するんだぞ。足がしびれるし、暑くにしよう。まいっちゃった。痛い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 。雑念を捨てなさい。熱いなおい。やってらんないよ、これ。うだるような暑さってこういうのいいんじゃないの？ちょっと、なんかないの？キャンディ食わない。いいじゃん。キャンディ食わない。キャンディ。いいね。涼むね。ほらお前ら、何をやっとるんだ。暑いんですよ。熱いだ。精神を統一して心を無にすれば暑さなど感じないはずだ。熱いもの熱いよな。熱い。たくったらしのない呼吸を上げるぞ。お尻！
が足りんぞ。住職、ちょっと待ってください。今、あーって声がした。私ではございません。修行が足りん。いいえ、私ではございません。こちらの方が言ったんです。人のせいにするではない。そうじゃなくて、ちゃんと公平にお願いしますよ。公平に。修行が足りん。どうぞ。知ってない。修行が足りん。住職。うん。私はございません。足が痛いなんて。私はございません。こちらの方がおっしゃったんです。ちゃんと公平にお願いしますよ。差別なく。公平に。足が痛い。バカ者、資源は足りんわ。バーおい、みんなと同じくやれよ。え、みんなと同じくやれっつうの。資源が足りんわ。しっかりと修行するんだぞ。え、ほら、こんな顔ない。血吸ってるよ。本当？本当本当、今ほらすごい血吸ったよ。ありがとうね。いやいやいや、ありがとうね。あ、やだな、この辺がほら木が多いからな。ああ自分で自分で。あっ、こんな血吸ってるよ。蚊に食われた方が痛くねえのこれ。え、蚊に食われた方がいいよ、これ。蚊が多い、蚊が多いからさ、蚊がね、蚊が多いんだよね。ありがとうな。うん、いいよ、気にしないで。うん、ほら、こんな血吸ってるよ、ほら。
血がまずい。今止まった俺んとこ。いや止まろうと思ったって前に叩いたのか。止まる前に。あ、そう。わざわざ。ありがとうね。どうも悪い。いい、自分でやる、自分でやる。ほら、こんなでっかいやつ。ああ、こんな小さくて、ほら。あ、お前血糖値高いよ。気をつけないと。ね。ありがとうな。どういたしまして。いいって、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 いいって。ああ、ああ、こんなに踏んじゃったよ。ほら、か、ほら、あ、血捨てたよ。刺された方が良かったよ、俺よ。こっち、いや、すごい刀。あ、もう痛くなっちゃったじゃねえかよ。ありがとね。なんでもねえよ。いいよ、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 いいよ。これ珍しい方よ、お前。これアフリカにしかいないやつだもん。危なかったよ、お前。そんなことより、これトンカチか、お前。そうだよ。俺、頭だから助かったけど、お前。すぐ死んじゃうぞ、お前、これ。頭だから普通ダメなんだろ。てぇなぁ、お前。危なかったね。あ、そうだ。ありがとうな。ねえ、どういたしまして。来んな、来んな。来んな、来んなって。こんな血吸ってる、ほら、ガガ。頭ずれてない？大丈夫大丈夫。ありがとね。なんでもねえよ。心を無にしてI'm sorry.
あ気持ちいい。気持ちいい。なんだこいつは。ジョー様。なんだこいつ。ナムナム、何がナム、すっごいすんごいすごいナム、すごいな、気持ちいいね。まだまだ修行が足りんわ。あ気持ちいい。ござんせんよ兄貴、こいつは雑魚一ですね。そうだよ、俺が雑魚一だよ。こんな雑魚は他にはいねえよ。お願いします、助けてください。なろう、なめたまねしちゃって、つかまごだね、みんなやっちまえ。うん、どうしてもやろうってのかい。
さんが恵んでくださったに違いねえだ。ありがとうございます。ありがとうございます。だ、大丈夫かい？苦しいのかい？薬を買ってあげたいけどお金がないんだよ。ごめんね。誰か来たか。相談に乗ってもらいたいことが。お金ありませんよ。いえ、そういうことじゃなくて、どこかいい塾をご存知じゃないですか。塾？はい。実はうちのせがれが今年中学の入試なんですよ。ああ、そうですか。それで私立に入れてやりたいと思うんですがね。まあよその子供は教えられても自分のうちの子供の教育になりますとからきしダメでしてね。そういうもんですかね、塾ね。お恥ずかしい話ですよ。ああ、誰か知り合いなかったかな。志村先生。はい。お話があるんです。何でしょう。実は好きです。大好きなんです。そういう話はどっかよそで。誰に惹かれても構いません。好きです。大好きなんです。先生のこと考えると夜も眠れないんです。神聖な学校でこんなこと許されないのは分かっています。でももうどうしようもないんです。ああ、先生に抱かれたい。ああ、抱かれたい。全てを捧げてもいいと思っています。先生と一緒に暮らしたいんです。もしそれが可能なら学校を辞めます。お願いです。結婚してください。生徒から手紙もらっちゃったんだ。